今回はですね、ウィトゲンシュタイン先生のお題を通して、その良すぎる頭の中を少々覗いてみましょうか。はい、ルートビヒ、ウィトゲンシュタイン先生は、オーストリアウィーン出身の哲学者で、後にイギリス国籍を得てますね。ユデア系で、大変裕福な家の生まれなんですね。そしてこの顔、どんな人生を歩んだらこんな顔になれるんでしょうか。まあそれはいいんですけど、とりあえず早速ですが、今回は。 想像してみて、想定の否定、痛みの三人称貴族、痛みの一人称的観点、その他の話をさせていただきます。まずですね、次のウィトゲンシュタイン先生の言葉を皆さんも想像してみてほしいんですよ。これなんですけど。恐ろしい痛みを感じ、それが続いている間に私は石になってしまうという想像はできないか、全く自分が石になっていないかどうか、 目を閉じていればどうして分かろう。これは一体何が言いたいんですかねでも最初にお断りしておきますけど、これは先生としてはですね、日常言語で言明可能かという言語使用上の文法的問題として扱われているんですよ。ということで最初の文章がこれなんですが、恐ろしい痛みを感じ、それが続いている間に私は石になってしまう。この想像はできるよなって言ってるんですね。 だったら、この文章は、言語使用上間違ってんのか、間違ってないのかっていうことなんですよ。つまり、私が石になってるのに痛みを感じるのはおかしいなら、どこかに言語使用上の間違いがあるんだろうと。それとも、言語使用上の間違いがないとしたなら、私は石になっているのに痛みを感じるっていうのは正しいんだなと。どっちなんだいっていうことなんですね。その意図を知ってか知らずか、 ウィドゲンシュタイン先生ともこういうのあったノーマン・マルコム先生がですね、この方も哲学者なんですけど、このように回答してるんですよ。私から振る舞いが消去されようと、私が痛いと思うなら私は痛いのだというのであれば、心的用語の使用にはいかなる基準もないということ。したがってそれらの適用には正しさや誤りもなくなるということが帰結する。このことは心的用語を無味なものとしてしまうっていうんですね。 つまり体が石になってて痛みを感じる道理なんか全くないのに私が痛いと思うなら痛いということになると何の基準もなくなるじゃないかということなんですねでも逆に私が痛みを感じる基準とか道理とか理由の方が重視されてしまうと私が痛いと思っているのにもかかわらず自己確認してみたところ私は実は痛くなかったという事態も認めざるを得なくなるつまりですね 私は本当は痛い思いをしているんだけど、その痛みが生じる理屈とか理由がなかった場合は、痛くないですって言わなきゃいけないのってことになるんですね。そうなるとどっちもおかしいじゃないかっていうことで、したがって私が石になろうと痛みは続くという最初の想定が否定されるべきだと結論付けられるのであるっていうんですね。 なるほどと。それでは、当のウィトギンシュタイン先生は、石になっても痛みを感じるっていうのを、このように考えていきました。どんな点で石が痛みを持つことができるのか、どんな点で石についてそんなことが言えるのか、全く、そもそもなぜここで痛みに所有者が必要なのか。つまり、石はどうやったら痛みを持てるかって考えてるんですよ。石が心を持っており、その心が痛みを持っているのだ、こうは言えるか。 心にしろ痛みにしろ石と何の関係があるのか。ここで言わんとしているのは石が痛みを持つためには石自身が痛みを持たなければならず第三者の私が石の痛みを言及することではダメだって言ってるんですね。だってなんで他人の痛みがわかるのってことです。つまり痛みの三人称貴族はダメってことですね。それに加えて 石が心を持っているとか痛みを持っていると言える条件は何かと考えてるんですね。それへの回答がこれです。人間のように振る舞うものについてのみそれが痛みを持っていると言えるのだって言ってるんですね。それが正しいか間違っているのかは置いておきまして、先に進みますと、そういったことは身体について言うことになっているのだから、あるいは身体が持っている心についてでもいいが、 で、身体はいかにして心を持てるというのか。つまり、痛いという言語は身体について言うことになっているのだから、身体はいかにして心を持てるというのかって考えてるんですね。生きている人間もしくはそれに似ているもの、似た振る舞いをするものについてのみ、それが感覚を持つ。それが何かを見る。盲目である。何かを聞く。耳が聞こえない。意識がある。意識を失っている。 と言えるのだっていうんですね。つまり、痛みを持つとか心を持つとかいう言葉は、生きている人間もしくはそれに似ているものについてのみ使える言葉であるっていうことですね。そうなると、石が痛みを持つことはできない。それはいいんですけど、では、私が徐々に石になっていく場合はどうなるんだって最初の問題ですね。人間らしい振る舞いができなくなった私はどうなるんだってことになるんですね。 それに対して先生はこのように言われます。私は基準を用いて自分の感覚を同定するのではもちろんない。そうではなく、私はただ同じ表明をするのだ。私が粉薬を二袋飲むつもりだと言ったのは、自分の振る舞いの観察が根拠にあったからではない。私は各カ々クカクの振る舞いをしているので、私は心の中で何か考えているのだ。などというか、 私は自分の振る舞いを観察してそういうのではない。つまりですね、基準や観察以上に自分が自分のことを語るという一人称貴族は極めて強力だってことを言いたいんですよ。一人称貴族を疑うことに意味がないっていうことなんですね。それでは一人称的観点をもう少し詳しく見てみましょう。石になっているかもしれないが私の痛みは続く。 こういう場合は、私が実際に痛みを感じている以上、そのことを疑うことには意味がないので、そのことを否定することはできないと言われるんですよ。つまり、自己貴族を疑うことは強要されないってことなんですね。ではこれ、私が感じているのが痛みなのか何か別なものなのかわからない。この場合は、自発的に疑うことは許されるんで、痛みについて学習してくれって先生は言うんですね。 では次のパターン。もちろん私は痛みの意味は知っているよ。だが私が今ここで感じているこれが痛みかどうか、これがわからないんだ。この場合は、自己帰属できていないし、かといって他人の権威も利用できないので、もうお手上げですって言われるんですよ。ということでですね、自らのことを自らが語る自己帰属っていうのは強力だというのはそれはわかりました。 でもですね、先生はこんなことも言うので、一筋縄ではいかないっていうのか、わかりづらいんですよ。私は自分に脳があることを知っている。私はこれを疑えるか疑うための理由が私にはない。すべての事柄がそれを支持し、いかなる事柄もそれに逆らわない。にもかかわらず、手術をしてみれば私の頭蓋骨は空っぽであったということは想像可能であるっていうんですよ。これはつまり、 私の頭蓋骨の中に脳があるということを疑う余地は全くないけど、でも私の頭蓋骨の中が空っぽだっていう想像はできるだろうって言ってるんですね。ということは、想像的な会議というものと実質的な会議っていうものがあるって言ってるんですね。それでは一番最初のお題に戻ってみましょうよ。恐ろしい痛みを感じそれが続いている間に私は石になってしまうという想像はできないか いや、それはできますよ。でもそれが想像ではなく、現実に痛い,いっていうんなら、それは疑い余地ないっていうことですよね。でも現実にはそんなことないだろうけどっていうことですかいや、もう本当こんなことをくど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 考えてるのかなって思うともう、それはもうすごいというしかないような気がするんですが、どうなんでしょう。ということで今回の、ルートヴヒ・ウィトゲンシュタイン先生の、ウィトゲンシュタインからのお題。 一人称貴族と三人称貴族。創造的会議と実質的会議の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。